こんにちは、ゆうです。今日も無課金非属性縛り柴犬丸やっていきたいと思います。柴犬丸、この前の動画最後までご覧いただいた方はご存知かと思いますが、サンジをね、無料ガチャが届いたやつで出ました。それでサンジを使ってね、まあテクニカルダンジョンの未知の申請、これまだクリアしてないんで、これ1055円の100竜クリアしてないんで85個もらって、ワンピースコラボもっと聞きたいと思います。はい、パーティーご紹介いたしましょう。こんな感じですね。リーダーさん、リーダーフレンド3時ですね。はい、3時こっちリーダーの3時に、リーダーチェーン体制つけて、スキルチェーン2つに、これが新ウルトラマンの武器ですね。はい、でこれは S ポートガス DS 超覚醒無効貫通つけて、上限解放 2にスキルチェーン2つでイノセントメモリアルをつけています。はい、サボですね。サボがね、完全お邪魔体制つけていて、で列2つ持ってるんですよ。で列も火力ソースになれるっていうね。でただ無効貫通ついてなかったんで、アシストでそこを補ってあげて、ストーリーの魔導武器つけております。でお邪魔目覚め体制にヒダメージ軽減プラスこれはボスのダメージがもうちょっと痛いかなと思ってつけてます。いらないかもしれないですよ、もしかしたら。これは分かんないです。でこの、まあ、列は火力ソースになったっていうのが、まあ、新しいこの存在でもあるんですけど、ウルトラマンダイナフラッシュタイプですね。はい、聴覚性スキブプラスに、悪魔キラー2つ、スキルチェーン2つで4連ガチャパーつけております。でこのダイナがね、まあ、サンタンヘイスト進化スキルで、でまあ進化後が消せない回復6回以上して、再下段横一列ヒドロップ変化って感じです。はい、毎度おなじみかっちゃんでございます。かっちゃんは完全毒目覚め耐性、聴覚性につけて毒目覚め耐性で集中砲火アシストつけてます。でこちらがフレンドさんのサンジが、まあすごいんですけども、まあ、なんとメラメラの実をつけていただいております。メラメラの実つけていただいて遅延2つ、まあ、悪魔キラー3つということでね。はい、すごいですねかっこいいですね。こういうとこもね、コラボの楽しいところだと思っております。でバッジは HP プラスです。はい、参りましょう。ドン。はいはいはい、この3時がね、両方ともあと3ターンなんですけど、ダイナがね、なんと3ターンヘイストということで、めちゃくちゃちょうどいいタイミングのヘイストなんですよね。で、こう変身と使ってあげて、3時を変身させてあげて、はいはい。で、これ使ってあげて、で、サーボを変身させて、で3時使ってあげて、まあここはね5焦げしで十分っす。そしたら水が残るんで一旦稼げるんです。あー、これ倒したな。あらららららら、この一旦結構でかいんですよね。指現象、指奪いを奪い返せるのがカッちゃんしかいないんで、できるだけね上のヘイスト使ってから貯めたかったんですよね。はい、流星オトバキック使って、まあでもこのタイミングでもいわばまあ、デバフがすぐ解除できるって考えたら、はい、これ集中砲火使った後闇属性エンハになってるんで必ず3時使ってあげてください。でもここはねもう列で全然いけます。列強を搭載して3時なんで、列抜こかん何でもいけるんで、はい。しかもこんだけ単体エンハねかかってるんで、はい。でこのルーレットはサボが水作りながらルーレットを解除してくれるんですよね。でまあそこで全然大丈夫です。できるだけね火か水になったタイミングで、はい、ここでですね。でしかも火を作ってくれると、もうなんなら枝豆作っちゃいましょうか。はい、超つなぎしのねキャラがねいればいいんですけどね。
まあ芝ドラですよね、やっぱり。そうなってくると芝ドラが作れないんですわ。これで指減らしくるんで、あと3ターン、あと3ターンなんとか頑張ってください。実際頑張らないといかない、いけない理由が、4秒なんですよ。このご時世。もうほんまに、こんだけ。生き残るだけ。生き残ることだけに徹してください。はい。怒ってきて、弱体炎とか使ってくるんですけど、はい。まあ、9コンボ以上してあげたら、しっかり回復もしてね。で、またマイネで変、支援くるんで、まあ、そこはね、マイネで耐えて。マイネの方がね、耐えれますね。ダメージ無効してくるんで、もう余分なダメージが入らないんで、はい。敵の数厳しい時はね、エースとか使って、エースとかサボとか使ってあげたりして、まあ、そこはもう、臨機応変に。まあ、そうこうしてる間に指現象、かっちゃんが戻ってくるタイミングで、戻りそうっすね。あと2ターンでしょ？指もあと2ターンなんで、はいはい。はいはい。回復を作ってくれるんでね、サンジは。そこがね、シーウルフと違ってね、いいとこっすね。はいはいはい。頑張って耐えて、そんなダメージも痛くないんで、もうクリアさえできればいいんですよ。もう100式チャレンジじゃないんで。はい。つなげて、はい、回復して。回復力減も、消せたと。はい、オッケー。変わってくれ、移動。あ、変わらへんか。まあいいでしょう。で、3使って、エース使ってあげて、このルーレットと関係ないとこで。やば、回復が。回復間に合う？大丈夫、大丈夫？あ、よかった。半分以上削ったから、遅延飛んでくるだけなんですよ。よかった、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 よかった。で、これはもう、サボ使ってあげましょう。無効感。で、余裕があったら列組みましょうか。こうやな。余裕なんて全然なかった。これでいけるんちゃいますかね。はい、いきましたね。さ、オメガ。オメガは貴族性なんでめちゃくちゃ優しいです。もう列組むだけ倒せます。まあ、日が足りないんで、まあ、ちょっとね、数、心もとないんで、エース使ってあげて。操作時間さえね、戻れば、こっちのもんなんですよね。はい、枝豆作って。はい、はい、はい。はい、これ突破。はい、次の7回。あ、エンラー優しいんですよ。火目覚めしてくるんで。で、ロックは、このダイナがいるんで、ロック解除してあげて。で、さらに3時も使うと。はい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 。で、無効感組んで。あ、無効感プラス列できそうっすね。これは、いいんじゃないかな。悪魔キラーもね、ガンブリなんで、フレンドさんの。サンジが。はい。楽勝です。はい、そして8フロア。ここが無効貫通組まないといけないんで、ちょっと頑張らないといけないんですけど。まあ、サンジのね、まあ、良くも悪くも、ここでしないとね、軽減が晴れない。ということは、まあね、実質、
単体攻撃ができないということです。このなんかね、敵が2体とか出てくるんですけど、あ、やば、もう一丁OK。 そういった面ではね、あー、ニースちゃんか、ニースちゃんは無効感ですよね。はい、スムインは 100% です。で、3で使ってあげて、で、数が心もとないんでね、サボ使っちゃいましょうか。で、ここに無効感くんで、はい、はいはいはい、半分切らなければね、2ターン行動してくれるんで、と言おうと思ったら言っちゃった。まあ、暗い目覚めが鬱陶しいんですけど、はいはいはい、これもね鬱陶しいんですけどね。暗闇は100、あ、 100% じゃなかった、暗闇だけね 80% やったんですよ。はい、でこれで火作ってあげて、火めちゃくちゃ多いな。はいはい、回復もして、これで OK っすね。なんたって貴族性なんでね。はい、シーウルフであんな苦戦したミラちゃんがこんだけで沈むってすごいっすね。はい、ここはここでじゃあ暗闇だね解除しちゃいましょう。適当に全体攻撃して、やばいやばい、はい、はい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 、まあ全員デバフかかってるんで、あ、よし、サンジが使えないんで、ここはサボ使ってあげて、しっかり回復、はい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 、 OK。 でこっちは五感張ってくると、はいはいはい、あと一旦か、もう行っちゃうか。こっちで暗闇の影響がない、こっちで、はいはい、やばい、回復が、はい、オッケー。ちょっと案外ラストに暗闇が降ってきましたね。はい、ここでね消せないがね、火を消せないとかしてくる時があるんで、はいはい、今は水なんですけど、まあもうこれ使っちゃいましょう。で消せない解除してあげて、で3時も使ってあげて、はい、でまあ何してもね別に2ターン行動なんで、ここはもう全然気にせずゆっくりゆっくり、はい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 、でもう一丁ゆっくりゆっくり、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、ちょっと休憩を挟んでおりました。まあちょっと用事があったんでね。はい、ではここから参りたいと思います。今11回ですね。それでは使っちゃいましょう。やば、ちょっとパズドラの口になってるかわからん、何の口やねんって話なんですけど、ああ、いけたいけたいけた、10コンボ組めました。よしよしよし、やめとくせになったよ。さあバインドは効かない、よー、ここは列ちょっと、いや無効感雲か、ここは何があっても2ターン行動やしね。枝豆は何かあった時のために取っといて、 OK、
これでエースで全然いけるんじゃないですか。ソザノもよし、オッケーオッケー。これで、はいはいはい、オッケー、おっしゃー、お疲れした。さあ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 、ここではカッチャン使わずに、ほぼほぼね、属性吸収意味ないんで、カッチャン光なんて。ここ、サボで上空きしちゃいます。よいしょ。ここね、もう全然枝豆作ったりで、抜けるんで。はいはいはい、こんな感じでいいかな。左は残るんですけどね。あ、左残らへんかった。おお、あんなんでいけたんや。よかったよかった。いろいろ温存できた。カーリーさんよ、それやりすぎよ。あ、いい感じにしてくれた。ヘンリー・ルイーズさんが。よかった。はい、じゃあ。オッケー。はい。こうか。回復はせんでも大丈夫やから、あ、降ってきた、よいしょ、 OK、 どっちも持ってきたね。ただエースがな、火力が結構死んでるからな。サブ回復いっぱいあるし、ちょっと列でいきますね。よし、オッケー、よし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 、オッケーオッケーオッケー、一旦稼いだ。これはもういけるでしょう。あ、きついか。実何回 ?13 回。次ラードラじゃヘラドラ出てきた時はカッチャン使うからサボ使いましょう。はいはいはい、やばい、ちょっとミスったかも。ああ、全然10個もいけてた。オッケー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 、はい、オッケー、はい、次な、本当は闇ラードなんやけどな。お、来た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 、いやー緊張する。さあ、暗闇目覚めなんすけど、なんですけど、光ヘラドラめちゃめちゃハラハラするわけですよ。だからね、もうこっちの方が全然ありがたい。で、ちゃんとたこ焼きも、はい、たこ焼きも使って、あれ、これ、もしかしてワンパンいける？危ねえ、削りすぎ削りすぎ、それやりすぎ、核戦後か、いやーきついな。6解除してちょっとカッチャンで指伸ばしましょうか。勝負は必ず完全勝利。あー緊張する。はいはい、回復して回復、オッケー、こんだけ回復できたら、あぶねー、あぶねー、しかも暗闇弾いてないな。彼岸使って、いやー、ちょっとサボも使おう。どこが火？どこが火？ちょっともう回復だけ。吸収されたらもうしゃあないしゃあない。よいしょー。
さあやってきました、さあやってきました。あー、はいはいはい、落ちこなしね。来た来た、リベンジするときが来ましたね。ちょっと列で暗闇解除する余裕っていうか、多分連れてきてないんで、おっと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 、水にはならないよ。オッケーオッケー、ここでここで待って、とりあえず見えるとこだけ、ここで木で時間を稼げば落ち込むない。ああ、そううまくいかへんか。ああ、まあ火ならまだいいっす。 OKOKOK。 さあ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 、暗闇目覚めを早く解除したいんですよね。十字誰が持ってる？十字は持ってないはずなんですよね。持ってないな。緊張するな。はい、これで回復も十分十分。はい、これでカウントダウン入る。ちょっと一旦休憩しようか。ルーレットは、水ドロップの時にここ、で3時使って、 OK、 ここもまだ列でね、列で列で、はい、オッケー、回復もオッケー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 。あと3、あと3、あと3、大丈夫大丈夫、オッケーオッケー。ここ怖いな。あー、こ、あぶねー。オッケー、あと2、この調子ならこれ使っちゃおう。はい、これで次エースが来るから、もしかしたらこれでいったかもしれんな。おっし、いった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 、やばい、緊張してきた。はい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 、毒目覚めも暗い、来ません。五感極限先生はない。でエース使って、やば、緊張する。いけたやそう、いけた、出しようって言った。オッケー、光光いった。でもここで非軽減が効いてますね、若干けど。オッケー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 、回復だけ先組んで、でここも回復で、ここレッツ、あーやばい、ミスった。はいはいはい、うわー、そっか、いや、キー貼ってもあれか、ここエース我慢して、勝っちゃうんで、ちょっと回復に全力で、はいはい、これぐらいで。あ、ちょっと待って、真面目、緊張してる。はい、
いしょ。水か。おー、行ってー。で、木があるから。お、そうそうそう。回復2セットある。いやーいやー、これきついな。ちょっと、回復を優先させてもらいました。ナイス、落ち込む。どうせ削れないやろ。光。オッケー。キーワール。よし、ここちょっと攻めようか。はい。あー、やばい。2セットできた？2セットできたね、回復。OK。もっと振ってきた。よし。結構満タン状態で。満タン状態で。このタイミングでも、おーい！しかも次、非軽減振ってる。で、これで解除して、で、今は回復優先、回復優先。回復優先よ。いやー、中途半端になっちゃったな。大丈夫、落ちてる。オッケー。はい。おーし、よし。クラミ8K。よし。で、エース使って。ここやったらすぐ作れそう。これでしゃあない、これでいいかも。3セットできてるし、もう1個振ってきた、なんなら。オッケー。はい。よし。8K！ よし。エースと、ちょっとここは、列でも。回復優先させます。はい、オッケー。はい、ルーレット、どうせかっちゃん使う思ってたから関係ないやろ。かっちゃんというかサボね。いやあ、これどうしよう。ちょっと、また、こっから、ちょっと列で、せっかく回復があるから、ちょっとでも、はい。よし。はつけ！よし、ここで、行こうか。はい。勝負は必ず完全勝利。上で列作って、ここで、いや、危なっ。あー、いけ、よっしゃー。あー、よかった。あー、よかった。あー、クリアできた。はい。いやいや、なんやろ。いやー、緊張した。あー、これが進化元か。ちょっと、こういう挑戦は体に悪い。
なんとかクリアできました。はい。いやこのマルチャレンジのダンジョンがやっと出てきましたね。ちょクリアタイムをお見せしましょうか。はい。ちょっと休憩とか入ったんで、一概に参考にはならないんですけど、30分 33.8 秒ってことで、多分休憩入れへんかったら全然、うん、客式チャレンジ来てもいけたんじゃないかなっていう感じです。もう一度編成をお見せしましょうか。はい、こんな感じでございます。はぁ、疲れた。もう今めっちゃバクバクってもう心臓。はい、こんなパーティーでも3時。強いっす。黒足の3時。はい、それでは今回はこの度、この回はこの感じで終わりたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。それに、お疲れ様でした。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価していただけると励みになります。もっと励みになるのが90円でメンバーシップ入れるので、そちらもよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。まあ、ガチャ、あ、そう。これはね、ガチャ引きます、次。はい。